はい。皆さん、こんにちは。ファナリングルフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、DS のソフト、トイストーリー3続きをプレイしていきたいと思います。早速、プレイしていきましょう。前回までにですね、トイストーリー3のあらすじ前段部分の、サニーサイド幼稚園までのところですね、お届けしてきました。特にですね、サニーサイドにおもちゃたちが来てからは、ウッディだけサニーサイドから脱出をしたんですが、ご覧の通り他のおもちゃたちは芋虫組、幼稚園でいうところの年少組ですね、相手にかなり苦戦しているというような状況が見て取れるというところからのスタートになります。まずはバズですね。こんなはずではない、あの子たちの手にかかったら我々はたちまち壊されてしまうと。まあ、芋虫組は先ほど言ったように年少組なので、まだおもちゃの正しい使い方、遊び方がよく分かってないんですね。グリーン、リトルグリーン面もご立腹の様子です。というわけで、このステージの目標は友達を、子供たちから救えということで、具体的に何をしたらいいんだろう。例によってこのボール集めをまずするとして、他何をすればいいのかってとこですね。あっちかな。バスは動きがかなり軽快ですね。お、あそこに子供がいるぞ。子供に見つかっちゃいけないっていうことなんでしょうね、きっと。子供に見つかっちゃったんだな、今。危険だぞ。なるほど、こうやって子供の見つからないところに隠れながら進まなきゃいけないってことですね。お、ここにリトルグリーン面がいるけど、まだ新たなコスチュームは手に入れてないんで何も変わらないですね。で、これはさっきウディが乗ってたおもちゃじゃないか。これはネジをぐるぐる回すと、お、ハムだ。ハムがやってきて、大丈夫か、ハム。こんなにガンガン振り回されたのはアンディがアイスクリームを欲しがって大騒ぎをした時以来だ。アンディ、そんなことがあったんですね。バズ、スリンキーとレックスは仕切りの向こう側にいるぞ。エイリアンたちが構っている大きな城の中に通気口がある。かわいい豚さんはこっちだ。来た道を通って城へ戻れと。今度は城に戻れって言ってるけど、あそこにボールがあるんで、あのボールは取っておきましょう。なるほどね。またこいつか。わお、今度はそっちか、おもちゃ。おもちゃじゃない、子供が。さあ、城に戻ってきましたよ。これが通気口ですね、きっと。ハムも来て。ハム、君はエイリアンたちと一緒にここにいてくれ。私は通気口を取ってスリンキーとレックスを探してくる。子供たちが来たらどうすればいい。安全な場所を探して隠れていろ。ただしこの通気口が塞がれないように。隠れるならできるぜ。心配しないで大丈夫だ。ここは任せてくれ。エイリアンたち、ハムおじさんの言うことを聞いていい子にしてろよ。あなたが戻るまで空っぽの豚さんの言う通りにします。エイリアンでこういう風に喋れたっけ。
さあ反対側にじゃあ行きましょう。チョップしましたね今。お、反対側に来た。ああ、スリンキーがブランブランされてる。ただ子供もいるな、そこに。マイクに息を吹きかけろ。今息を吹きかけました。お、子供たちがシャボン玉らしきものに気を取られて、スリンキーが解放された。スリンキー、あまり時間がない。レックスを探さなければ。私がレックスと戻るまで先生の机の下で待っていろ。というわけでスリンキーは助けたんで、ああ、ここでまた子供か。単純な動きをする子供ですねこいつは。うわ、見つかったか。で、またこのおもちゃを発射しましょう。おお、これでレックスが解放された。大丈夫かレックス。尻尾が曲がっちゃった。僕の尻尾は曲がらないんだ。曲がらないんだよバズ。落ち着け、スリンキーが先生の机の下にいる。君もそこに行くんだ。私もすぐに追いかける。安全になったらすぐに向かうよ。これ確かバズって囚われて改造てかリセットされましたよね。そして情熱のフラメンコダンサーになってた気がするんですけど、そういうシーンも再現されてるんですかね。おっとおっと、で子供がいて、子供をかいくぐってスリンキーのところに来ましたと。そしてレックスも来た。でハムが通気口を通ってやってきて、バズ早く。ハム、何をしている。なぜ城の中にいない。子供たちが、はあ、城に襲いかかってきた。逃げる暇も、はあ、なかった。エイリアンたち、ふう、まだ城の中にいる俺だけ、はあ、やっと、ふう、逃げられたんだってかなり息が絶え絶えですけど。で、バズが、エイリアンを助けに行くんですね、今度は。本当に問題がやっぱり絶えないですね、この3人サイドは。さあ、シャボン玉を使って気をそらせましょう。これで気をそらせてエイリアンたちが復活。バズ、そこは危険だっていう喋り方を多分すると思うんですけどね。さあ、そしてバズ、ここは何をするんだ。あ、ここはあれですね、プレイマップですね。というわけなので、このプレイマップの様子はまた次回お届けしたいと思います。というわけで今回はここまで。